私の親がこの学校を卒業していて、地域について深く学ぶことができたり、学校の設備が整っているなどを聞いて興味を持ったことがきっかけです。私は文化について興味があるので、文化について学べることと、松江出身なので自宅から通いやすいことがきっかけでした。この学科はフィールドワークが多いです。島根出身の私でも行ったことのない地域に行けたり、地域について深く学ぶことができます。プログラミングを使ってアプリの制作や、生成 AI を使って画像の編集をするなど、情報の基礎的なことを学べることがこの学科ならではだと思います。地域について深く学べることができて、情報発信する力を身につけられるところが特徴です。フィールドワークの中でも自由な時間があって、好きな友達と好きなところに行ったり、おいしいものを食べられるところが楽しいです。異文化理解演習では講師の方から外国についてお話を聞いたり、松江の留学生と交流ができることが印象深かったです。図書館司書に関する科目もあって、2年間で司書資格を取ることができます。資格を取得する際は先生からの手厚いサポートがあります。私はお昼によく食堂を使うんですけど、どのメニューもすごく美味しいです。私はダンスサークルに所属しているんですけど、ダンスフェスや学園祭などでステージでダンスを披露することが楽しいです。私は地域に貢献できる人になりたいです。私は島根県の特産物や商品を県外や国外へ発信することに携わる人になりたいです。